県内で2日目を迎えた東京オリンピックの聖火リレーは、今日のゴール地点、利府町を目指して聖火がつながれています。昨日から始まった県内での聖火リレーは3日間行われ、今日は東松島市をスタートし、県中部の沿岸部を中心に7つの市町村を巡ります。東松島市ではランタンに収められた聖火が震災で被災した JR 仙石線で運ばれ、震災の語り部活動をしている竹山光さんが持つトーチに灯されました。小学4年生の時に震災の津波で自宅が全壊した竹山さんは、県外の大学に通いながら震災の体験を絵本にするなどして教訓を伝えています。今回来れなかった方とか、震災の時にたくさん支援をしてくれた方だったりとか、地域の人への感謝の気持ちっていうのを伝えられるように走りました。午後には松島町にある国宝の瑞巌寺の参道などをリレーし、遊覧船で塩釜市に向かいました。聖火は午後8時過ぎに今日のゴール地点、利府町に到着する予定です。